11月22日の運の塾通信をお送りしています。今日はブラジルのルーラですね。ルーラがブラジルの次期大統領になる。さてここからが難しいところ。国内は激しく分裂し資金も不足しているということですね。今日は1日目です。もう2日明日もあるのかな。さっきの写真がですね、2022年10月30日、ブラジルサンパウロ、ブラジル大統領候補で労働者党のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ元大統領がサンパウロ市内で自由党のボルソナロ大統領当時に勝利し、報道時に初演説を行った。これルーラって言うんですよね。ルーラが最後に大統領になった2003年から2010年の間、彼はよく神はブラジル人だと口にしていた。もしそうなら全能の神は暗いユーモアのセンスを持っていることになる。10月30日に決選投票が行われた大統領選挙は、ブラジルがこれまでに経験したことないほどの悪に満ちた選挙戦であり、悪口と暴力に彩られたものであった。左派の勝者として知られるルーラは 1.8 ポイントという僅差で勝利した。本当に僅差ですね。選挙後、現職の右翼ポピュリストジャイル・ボルソナロ氏が2日間にわたって演説を行い、緊張が高まった。これボルソナロって選挙言ってませんでしたかな。言ってないね。彼は明確に敗北を認めることはなかった。しかし政権移譲は比較的平和的に行われる可能性が高そうだ。ボルソナリスタのボルソナ支持者のトラック運転手による抗議行動は全国に広がったが、これまで暴力を推奨してきたボルソナロ氏は支持者に道路を封鎖しないように指示した。多くの点でこの結果はブラジルの民主主義の勝利である。票数はクリーンでルーラは正々堂々と勝利した。ボルソナロ氏は数ヶ月前から世論調査が不正に行われ、ルーラが勝つには不正をするしかないと反対のことを示唆してきた。彼は自分が間違っていたことを認めるべきだが、おそらく認めないだろう。ルーラはブラジルの政権運営を前回よりもずっと難しく感じているはずだ。ブラジルは当時よりも分裂し、財政状態も悪化している。選挙戦ではルーラは悪魔のような共産主義者であり、ボルソナロは人食い小児性愛者であるというデマが氾濫し、ブラジルの分裂を悪化させた。緊張は危険なまでに高まった。8月以降、7人が政治的見解を理由に殺されている。今日1回目ですね。これに2つあったのかな。ルーラがね、前2003年の時は経験良かったんですよね。だから彼評判すごく良かったで、お互いに中傷し合戦をしたわけですよね。それでボルソナロは負けたんですけれども、結局意外と彼はすんなりと政権を受け渡しそうだという感じですね。選挙そのものはクリーンで行われたようですけれども、ボルソナロは散々悪口を言ったけれども、ルーラ勝ったわけですね。ただ今の現在のブラジルは当時と違ってですね、政権を分裂して財政状態もかなり悪い。そういう中ですね、彼が今回選挙戦でも7人も殺されてるんですよね。だから果たして本当にうまくいくのかどうかっていうのは結構厳しいところがありますね。